皆様おはようございます。お疲れ様です。ありがとうございます。どうぞ気をつけていってらっしゃいませ。千葉市長の熊谷でございます。日曜日より千葉市長選挙がスタートいたしました。3期目の立候補にあたりまして、その政策を今お配りをしながらこの千葉駅にてお訴えをさせていただいております。ありがとうございます。日曜日より市長選挙がスタートいたしました。月曜日から期日前投票がすでに可能となっております。私2期8年間この投票を少しでも便利にする、そうした意味で民間との連携によって、例えば中央区では全国でも珍しい蘇合百貨店で期日前投票が可能といたしました。これからもそうした形で官民の連携によって投票自体もさらに利便性の高いものにもしていきたいと思っております。千葉市長の熊谷俊人です。3期目の政策集もお配りをしながら政策のお伝えをしております。この秋には JR 駅ビルが誕生いたします。 SNS でもこの8年間常に意見交換をしながら市民の皆様方と対話をしてまいりました。